ここにあるのはちゃかと思いきやユビン、ィンガーやっ、ハロみなさんこんにちはユビンじゃ、うん、はい、本日はこちらホヘムのアイステディ MT2 キッパちょっと難しかったですはいこちらをレビューしていきたいと思いますひもじーです エビバディエビバエディチエカバんチャカくんアイステーリーエビバディチャカくんチャカくんなそら知らないのなんそらチャカって言ったかチャカカンにしたんだよなんそら、えー、またうちにはなぜ来るかわかりませんが前ねやりましたけどコヘムさんのジンバル、うんうん、これその上の ガチジンバルです。もうこれ写真でわかる通り、ミラーレスカメラ乗せられます。ねえ。あと重いもん遅てたも、これ自体がもう。ガチのジンバルが来ましたが、ゴッドブームさんからの提供です。ありがとうございます。ます,すげえ。ホヘムさんですね。アイステディ MT2 キット。こちらね、前回同様、ここにマグネット着脱式の、これがね、他のと違うんですよ。つくんですけど。 AI 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 んでますほ<う> AI トラッカー搭載のホヘム7.0手ブレ補正アルゴリズムによって安定性が30%向上したガチジンバルです。でスマホにアクションカメラ GoPro とか、うん、あとコンデジ、うん、ソニーの XV なんとかとかあとカメラの場合。 こちらはちょっと今、重量オーバー。これ、ミラーレスじゃないんでね、あの重量オーバーですけど、カメラ、ミラーレスカメラの場合、レンズ込みで 1.2km までのミラーレス一眼を、で、使えちゃうジンバルなんですね。ここにカメラね、こうやってセットできるんですね、こうやって、カメラを。GoPro とかも、今日はスマホで iPhone でやりますけど、1台400のガチジンバルです。で、ソニー、キャノン、ニコンの主要なミラーレス一眼カメラに対応してるので、 対応表を画面に出しておきます。それでチェックしてみてください。メーカーのサイトに行っても対応表見れますし、Amazon でも対応表出てました。うん、はい。というわけでですね、こちらですね、もうみやびちゃん無理なやつなんですけど。うん、どこにまず差し込むかもわかんないもん、これ,これ、ね。これね、まずね、感動したのがですね、ここにマグネットでね、これついてて、ここにね、マウントのネジ、位置決めるネジがあるんですけど、これ、 回せるんですねへ<ー>こうやって今緩めといたんですけどこういう時1円玉とかなるじゃないですか、うん、ここにね収納できるようになってる、ね、それ用なんだ至れり尽くせす相変わらずこれ私が見たらマジでわけわかんないわ、ね、後あとでばらしますけどこちらえー、っとですね箱を開けるとですねもう箱をこれを開けたらこのケースキャリングケースが出てきます危ねえ で、これを開けると、こちらにまず、説明書、日本語です。全部日本語です。大<事>日本語です。で、こちら、各種、USB-C、USB-C とか、USB-C、USB マイ,マイクロとか、USB-A、USB-C とか、えー、っと、 3 5ミ、mm、リの TRS とか TRRS とかカメラとつなぐときのが全部入ってます。えー、ます全部用意されてます。で、さらに下の段に行くとこちらにですねあの GoPro とか用のマウントキットが今回 GoPro 使わないんでここに入ってますがそれと ミラーレス一眼使うときのマウント。ここにね、使うやつね。も、ついてます。全部ついてきます。キットなんで。すべて、買えば全部ついてくるという。さらに、これ、これ重要なんです。これ、三脚になる足です。これを、こちらに、必ず、 最初ののセッティングの時もここにつけてくださいほ<う>でこうも使えるしこうも使えるし置いて使う時はこれを三脚にすればこれで置いて使えますということでねうん、うん、でこの本体はここに収納できるようになってますでこのマウント外してマウントはここにいてでこれに全部入れて。 こうやって持ち歩けますこれで全部完結してます。便利。ジンバルキットは。で、えー、まずですね、これ設定で戸惑う人が多いと思うんですが、えー、これ全部、ここのマウント、これ、あれですね、iPhone をロックするマウントなんですが、 取れますでここに付くようになってます。でこういうのをつけていくとですねガチジンバルというのはバランス取り作業というのがございましてですねあのこうやった時にまず初期段階でバランスが取れてないとダメなんですね。それはこここことかここのオレンジのレバーがあるんですけど簡単にできるのでちょっと手順を紹介します。 まずここにスマホスマホのっけます、えー、仮面かぶってるんでフェイスアイディーに拒否られました。みんな見える方向で。見えるかな。持ってるか。持ここにねえー、っとこうんこうこうんんこう取るんで、えー、ここにスマホを、えー、っと逆だなちょっと逆だとわかんないちょっと一回スマホつけさせてください。 えー、スマホをここにつけちゃいます。うん、こうやって。そしてうしとほら。うん、で、大体のバランスを決めるんで、これ今こっちに傾いてるんで、うん、これをずらしていって締めると、もっと傾けるね。うん、それ逆にすればいいんですよ。右側にこれをずらしていって締めます。行き過ぎですね。<laughs> 難しい。大体にです、大体なるほど。これで大体あります、ね。あ、本当だ。 そしたらここに電源があります。長押しで電源がホヘムって出てきますでここで「エラー03」って出たら「バランス取れてないよ」っていうエラーなんで,でその時はこうやって置いて置いてですね映るかな置いてねモードボタンをこうやって置いてこれだとね斜めになっちゃうんでね。 置いてモードボタンを5回ここにここにモードボタンとかズームボタンとかジョイスティックついてるんですけどこのモードボタンっていうのをここの5回連続で押すとキャリブレーションって言って自動でもうバランス取ってくれますある程度まで調整したら今5回押しましたほらキャリブレーションってキャリブレートって言って今自動でバランス取ってくれてますでこれキャリブレーションが終わるまでちょっと1分ぐらいかな このまま今自動で調整してるんで。<ー>待っていると、もう勝手にこの人がキャリブレーションって言って自動でバランスを調整してくれます。おお、動いたこれで今調整してます。右にちょっと動いたり、左に動いたり、いろいろ調整してるんだ。はい、終わりましたほら<ー>ガチってなった。したらもう、ほらほらほらお客さん <laughs> <laughs> どっち向いても今ロックモードになってるんでもう完全ガチジンバルでこうローアングルもこういけるしでこれねジョイスティックで左に右に上に下にこんなんも楽ですねズームもできますしねこれでねでこれアプリが対応しててですねあのホヘムのアプリがあります。 ヘムジョイっていうアプリなんですけど、うん、そうすると Bluetooth でつながります、うん、でえー、っとつないだらですねこっちを起動すればもう連動してるんでほんズームが使えるようになりますねまずね<ー>で0.5倍1.1倍5倍までちゃんとこのね僕の15プロマックスだといけるしまあ前説明した タイムラプスとかパノラマ撮影とか全部いけます。モーション撮影もいけるし。で、あとね、これすごいのがあるんですよね。AI 積んでるじゃないですか。ここスイッチありますね。AI。オンにします。ピカーンって今言ったと思いますけど。ミヤリちゃん。ちょっと今ね、こっち向けるんで。えー、今ちょっとモードが違うんで。 パンチルとフォローモーモドししましてえこちらに向かって OK マーク出してください片手ではいもう動いてくださいあなた違うそうじゃなくて右行ったり左行ったりライライライジングソンおおストーカーだもう AI が OK マークで追いかけてくれます自動で上に上がったら上向きますほら上 おえー、ということは一人で撮影できるんですよ。すごい。今も外れたんで戻しますけど一回外れたらえー、っともう一回 OK マーク出してもらいますか。じゃあ AI モードをやめるときはパー出してください。これで切れますんで。 ででも切れまましたんん追っかけませんすごーい。というわけで今やったみたいに今のねやったみたいにこれ一人で例えばじゃチャリンコの説明の動画をみやびが撮るとしますこれを地面に置きますチャリンコと自分が入ります撮影開始で OK マークをしたらみやびが動きながらこのサドルがこうでああで全部追っかけてくる。ああなるほどね。 カメラマンなしで撮れるんです。すごいあと、ビデオ会議うあもう一回動いてるの撮ろうか。ちょっとね、背景汚いですけど。えー、っと。OK サイン ?OK サインください。はい、ちょっと今から撮りますね。はい、動いてください。はい、追っかけてます。汚い部屋を追っかけてます。もうバレちゃってんだわ。この汚い部屋。上にも動いてください。ほら、こうやって自動で。<laughs> 全部追いかけてくれるんではいこうやって今画面も今撮った画面出ると思いますが、えー、追いかけてくれるんですごいでしょ、うん、この AI 機能もう追いかけちゃってるわもう一回パーやってパー切れたかな、ね、切れた切れてないね追いかけてるねまだれでももう追いかけてるよあれ追いかけてないか、うん、というわけで AI 機能も使えますというわけでまあ説明してあとですねこれライトにもなります、うん、自撮りの時のここをね押すとつくはずあ切っちゃったえー、っとここを押すとおおすごいほらついたでしょ目が ついたでしょライト。だから自撮りもオッケー暗いとこでもオッケーだし。で、このボタンをもう一回長押しすると消えます。長押しすると消えます。<っ>ライトもいらないんです。素晴らしい。はい。でね、はい、ちょっと今、臭,臭いことが起きたんで。臭かった、マジ。誰、えー、この AI トラッカーは単体でトラッキングされるように設計されてます。で、磁期 RGBCCT フィルライトを搭載していて、 さっきみたいに、えー、ライトにもなるんで、えー、写真やビデオの撮影にも便利です。で、このジンバルはね、バッテリーも大容量で、最長動作時間が17時間もあります。なので、1日外で撮影するのにも十分にバッテリーが持ちます。で、スマホ用のこのクリップハンガーとか、ね、ここのさっきつけた。あと、ミラーレス用のマウント。 GoPro 用のさっきミスターアクションカメラ用の取り付け部品も付いてて、至れり尽くせりです。で、今回スマホでやってますが、スマホ用のクリップマウントにつけて、それを取り付けるこの L 字のベースマウントを本体に取り付ければもうそれで終わりです、設定は。さっきのバランス取りを簡単にこのオレンジ色のレバーでやって、あとはキャリブレーションすれば、それで終わりなんで、ガチジンバルですけど。 なので、レバー2つで調整して、モードボタン、モードボタンを5回連続クリックで自動キャリブレーションしてくれるので、本当に楽です。昔の方は大変だったんです。ジンバルずっと使ってきてますけど。で、この AI ユニットは、さっきも言いましたけど、マグネットで取り外しができて、で、まあ、ジェスチャーでアプリや Bluetooth 接続なくても、 ジェスチャーを AI がセンサーで感知して自動で追尾してくれるのも1人で撮影する時に便利だしあと配信とかリモート会議でこれをこうやって三脚にして置いておけば配信とかでこうやって動いても全部自分を真ん中にして追いかけてくれるんでとても便利でございます。でねさっきも言ったけど外で自動追尾してくれる距離は 3m。 です限界の距離がでも大体ねやったけど 5m ぐらい離れても認識して自動追尾はしてくれました<ー>だから 3m4m 環境にもよるんだろうけど明るさとか、うん、まー 3m 限界とメーカーは言ってますが僕がやった感じ 5m ぐらいまではいけましたという感じですねであとはそう自撮りも必要じゃないですか、うん、はいまたカットが もうなんかもう平蔵が暴れたり、もううんこしたり、すごいすす、ね。すいませんね。ホヘムさん。ゴッドブームさんえ。自撮りしたい、こっち撮ってて、よし、自分撮るぞっていう時は、これ今正面にしますね。このトリガーを3回クリックすると、うん、ここについてる。うん、ここのトリガー。3回クリックすると、<ー>自撮りになります。180度回ります。すごーい。でもう1回3回押せば、 戻ります。そこのまでの機能がついております。で、まあ、まとめていきますが、持っていてください。こちら。スマホだけじゃなくて、ミラーレス一眼でちゃんとしたジンバルを使い、使いたい人には本当にいいと思います。でね、こういうミラーレス一眼で使えるガチジンバルって、僕は浪人 S とか浪人っていうのをずっと使ってきてたんですが、 軽く10万以上してきます。イメージそれある。高いイメージ。で、DJI のでも12万とかします。へ<ー>なので、今回ね、最後価格言いますけど、まあ、この価格で買えるガチジンバルっていうのは、それだけでもすごいと思うし、もうスマホからアクションカメラ、ミラーレス一眼まで一台で使える もうガチジンバルを探してて、さらに AI 機能で自動追尾もしてくれて、ライトもついていて、ガチジンバルを入門したいっていう人にはとてもいいと思うし、本体の重量も 650g って軽いんですよ。うん、ジンバルって重いのばっかなんで。うん、でも650で軽いんで、まあ楽でいいと思います。で、このジンバルはね、最後言います。<laughs> <laughs> で、価格ですね。はい。 やびさんが気になってるジンバルといえば本当に10万以上してきます。うん、ガチジンバルは。うん、スマホ用のちっちゃいやつ安いけどね。これ、ミラーレス一眼までいけるやつなんで。うんえー、ホヘムアイステディ MT2 キット。なんと、今日からかな。うん、ブラックフライデー。20%オフクーポンが付きに付いてます。うん、もうアマゾンで。早い。定価が5万880円なんですが、 4万4円で買えます、えー、だから普通のガジジンバルの3分の1の値段で買います。全然違うね。全然違うです。で付属品全部ついてくるっていうオプション、うん、マウントから何からなのででこれね最後見せますけど簡単なんですが逆のことを組み立てるときはすればいいんですがまずスマホを外しますこれカメラでもいいです GoPro でもいいですここのロックを解きます。 これでスマホのクリップマウントが、電源切れないと。はい。バランス崩れると、エラー03って出ますんで、必ず。今、電源切りました。さあ今度、ここに L 字マウントついてます。このマウントも、ここで、<お>で、ここのボタンを押せば、これで、バラバラで、この状態でケースに入れられます。うん、で、この L 字マウントを、ここに、挿して。うん、さっきみたいに。うん、で、 最後これスマホならこれだし、うん、カメラだったらカメラ用のマウント、うん、GoPro とかだったらそのマウント、うん、でバランス取ってキャリブレーションしたらもう使えますはあ、うん、という感じでね最初はこの状態できますこの状態で入ってますで下も取れてます、うん、というわけでねもう こちらはもうみやびさん買います買いませんはでき判断できないんでやりませんが、うんはい、まあ僕は今後ね自転車企画あるじゃないですか、うん、<laughs> 外出るるじゃないですかか、うん、多分みやびが走ってととことかも撮るじゃないですかそういう企画等で屋外で撮影する機会が増えるんでどんどんこれを使って撮影していこうと思うのでこれは売りませんでございます。 はい、これはいいねこれほんといいです、うん、マジでガチジンバルみんな調べてもらえれば全部10万以上するんでほん、うん、本当に安くてコスパよくてちゃんと使える機能で,、うん、でビルドクオリティ高いんですよねちゃんと金属使ってねこうやってアルミでオレンジとかも差し色で入ってて、うん、かっこいいんですよとてもおしゃれとてもおしゃれ <laughs> でまあ3箇所ロックがついてるんで最初ロックを全部外してから調整してくださいロックが3箇所ついてます ロックで固定することもできるんで、これだけパシッってやっちゃったらもう固定されるんで、全部。ロックもついてますので、素晴らしいジンバルを送っていただく。ね、マジでガチジンバルを探してたり、これから使ってみたい、もう安いスマホのジンバルは飽きたっていう方は、このガチジンバル。4万704円なんで、もう今4万ですね。ねで、買えちゃうの、20%オフクーポンついてるんで、ブラックフライデーは。 なので、今がお買い時なんで、いいと思いますので、紹介してみましたというわけで、えー。ゴッドブームさん、ホイムさん、ありがとうございました。というわけで、私は。ドランします。はい。これは本当に本格的な感じ、ひもじいがもともともとたやつの本格的なやつ見てるから、なおさらなんか。あ、こんな、なんか。 機能が違うんだなぁとか、まぁ、あ、ライトとかもあってすごいいいなぁと思ったので、まあ、そういうカメラ関係とか、まぁ、あ、カメラ趣味の人とかも使いたいなと思った人もぜひともチェックしてもらえたらいいなっていうふうに思います。では今日も終わります。ありがとうございました。よかったらコメント、高評価、チャンネル登録お願いします。じゃあねー。